住吉神社さんですね。大隅の庄。現在の大久保町南部も含むって書いてあるけど、ここは大隅でしょうね。春に富士を見に来ましたね。5月頃。今日はちょっと季節を変えて紫陽花咲いてようかなと思ってね、ちょっと寄らせていただきました。富士がもうね全然咲いてません。自転車はここに置けるらしいね。車の止めるとこ難しいから、ここね、向こうから止めてくる、向こうからいうか後でちょっと行きますが、やっぱりこれだけ藤も葉が茂るとあれやね、影になってね、ちょっと歩いてきたら暑かってんけど、ちょっと心地よい感じですね。はい、ちょっと日の当たる方向へ行きましょうね。春ここいっぱいでしたよね、藤ね。うん、なんか泣いとるぜ。牛がいるか。ここは何やろうね。ちょっとだけ鉢にアジサイが終わってます。まあなんか水はあるねんけど、あれなんやろうね、ちょっと分からへんね。はい、住吉神社ですね。まあ海の旗に多いね、海の神さんかな。私トラ年やからな。また大人あんまりね、これ、はい、ね、なんか実際アジサイ死にやっぱあるやん、アジサイ。はい、皆さんね参拝されてますね。これやな、アジサイのね。なかなかね、こういうのも世話しはんの大変やからね。水はまあまあ中勢ぐらいあって見やすいね。植木鉢に大体植わってるのかな。いや、まあ向こうか、この辺はあれですね、そのままあの立ってるね、植わってるね。ほとんど咲いてませんね。だけど、まあ、ちょっと早いね、ちょうどいい。ほんとまあ咲いてるやつもあるね、一部ね。中入っていけたらいいねんけど、ああいうやつとかあの辺とかね、ちょっと咲いてますよ、チラチラね。手前に咲いてるやつはないからね。あ、向こうちょっと咲いとんな。下まで降りましょうか。結構広いじゃないですか、敷地ね。ここだけ、ここの道だけかいな、ほんと違うね。ここはあの木陰になっとうからね、それで行きにくい。あの咲いてないね。ちょっと待ってよ、一番下まで降りるんで、ここから行けるんちゃうかな。ここから行けると思いますよ。よし、はい、ちょっと木漏れ日で見にくいかも分かりませんが、アジサイ咲いてますね。向こうの方はガクアジサイみたいなね、ちょっと違う種類みたいね。なるほど、これ道になっとるな。真ん中まで入っていかないよ、このロープがあるからね。道にこう出てきてますわ、この辺はやったらね。奥もずっとアジサイですね、あれね。見えますか。この中も咲いとんねんけど、これ柵がしてあって入っていかないんだね。で、向こうか海ですね。海も見えたら綺麗ね。あ、こっち側も咲いとるわ、こっち側も咲いとる。なんかこうあの整列だって咲いてないからね、あちこちね、こうちょっと目をやってね、どこに咲いてるか見てくださいね。とりあえずこっち行ってみようか。こっちはどれぐらい咲いとるね。なるほどね。
こういう感じね。あ、向こう子供の遊びは前もやったと思いますけどね、ちょっとした遊具施設がありますからね、子供さんと来られてもいいですよ。で、あのお姉さんみたいに一人でね、海を見てね、物思いにふけるというのもいいでしょう。まあ、外からもずっとアジサちゃんな、外から見たらね、住吉神社さんもね、ガーッと咲いて綺麗でしょ、ね、よいしょ。まあちょっと今こっから来たけど、そっちペラも行ってみますね。ちょっとカラフルやな、赤もあるし青もあるから、いい感じじゃないですか。一旦降りたらまた登るのしんどいけど、まあちょっと頑張っていってみようか。ここまで咲いてるのかちょっとね分からへんから、この辺はちょっと背丈の高いやつだからね、見上げる感じ。去年のちょっと最後残りの彼も残ってるけど、まだまだこれから咲きますね、これ感じとしては。あの辺固まって、ものすごい赤いのが固まってさっきから見えてんねんけど、どないしていけんねやか、あんなとこに ねえ。だってここ柵で入っていったらあかんからね、なんか赤いのよく咲いてますよね、カーッとね。あんなとこどないし入っていったか分かれ、ちょっと山みたいだね、これ。誰か見に来とんね。まあそろそろそういうシーズンやからね、あそこまでちょっとしに。でもなんかあそこにロープみたいなのこれ何なの、どこから来ていたの。途中から向こうに侵入できるのかな。はい、ちょっと切ってみますね。はい、こっちから入っていけそうですね。カメラマンが来てますね。よいしょ、なるほど、この道入ってきたらいいね。はい、そういう風な感じで行けばね、行けると思います。尺みたいにしてあるからね、これがねちょっと分かりにくい。ちょっとね上に上げてみましょうね。赤いのが多いね。なるほどなるほど。でこの道はどこにつながっているのか、ね、アジサイロードやねこれ。よっしゃ、グリーンと回って、ハート型のやつないな皆さんが好きなハート型のやつはなかなか見当たらないです。よいしょ、これ鮮やかね、鮮やかですよ。なるほど、こっからさっきのところ道折れ曲がったら来れたよね。そうかそうか、子供の遊び場の方に向かったからね、さっきね。はい、大体分かりましたね皆さん。ぜひねいらしてくださいね。はい、そんな感じでね、本日の動画ご覧いただきありがとうございます。今からがね見頃かと思いますしね、ぜひね住吉神社さんにねいらしてください。子供の遊び場もありますしね、海も近いので、まあいろいろ、一人一人楽しみ方ね、いろいろ楽しめると思いますんでね、よろしくお願いします。またよろしければねチャンネル登録ね、いいボタン、押していただければ助かります。はい、ではまたね、次の動画でお会いしたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。